日本航空が3000億円規模の資金調達を検討していることが9日、分かった。一部を資本とみなせるレツゴローンなどで調達する見通しで、近く発表する。昨年、公募増資で約1800億円を確保したばかりだが、コロナ禍の長期化で需要の回復が遅れていることを踏まえ、判断した。日航の旅客数はコロナ禍前との比較で国際線が9割減、国内線も半分に達していない。日航の6月末時点の自己資本比率は 42.4% あり、比較的高い水準にある。ただ、経営を取り巻く環境が依然として厳しいことを踏まえ、予防的に財務基盤を強化する狙いがある。日航には、コロナ後を見据えた投資も控えている。先行して需要回復が見込まれる格安航空会社、LCC、事業を強化したり、環境性能の高い新型機材を導入したりする方針で、調達資金を振り向けたい考えだ。